昔昔あるところにおじいさんとおばあさんと桃太郎と柿次郎と栗三郎とりんご姫と梅四郎とグアバ五郎とドラゴンフルーツ六郎と巨峰七郎から十六郎までとパプリカ十七郎がいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、桃太郎は畑の手入れに、柿次郎は魚釣りに、栗三郎とりんご姫はニトリに、梅四郎とグアバ五郎は裏庭にサスケのトレーニングに、ドラゴンフルーツ六郎は巨峰七郎から十六郎までを学校に送りに、パプリカ十七郎をおんぶしていきました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなゴーヤがどんぶらこどんぶらこと流れてきました。家計の苦しかったおばあさんは大きなゴーヤを見送りました。パプリカまではギリギリ果物のカテゴリーに入れたおばあさんでしたが、ゴーヤは色も形も野菜です。あれは野菜だもの、あれは野菜だものね、そう自分に言い聞かせていると、川上から大きな水菜がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんは水菜を見送りました。あれは子供が入る余地がないもの、余地がないものね、そう自分に言い聞かせていると、川上から大きなロマネスコがどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんはロマネスコを見送りました。気持ち悪い。川上から大きなタラの西京漬けがどんぶらこ、加工品だもの、大きなルンバがどんぶらこ、食べ物ですらないわ、大きなウニ包みがどんぶらこ、はま寿司なの、え、ここはま寿司なの、まだかしら、ラ・フランスは。めでたしめでたし。